はい、こんにちは。長崎県に入ったね。はい、長崎県に入ったら、まあ、ここでしょう。はい。いや、東京でも見たことありますけど。僕結構好きで食べてましたね。なんで長崎に行ってここに入るのかって言うんですけど、なんか長崎九州の人から聞いたんですけど、いや、ちゃんぽんここ行くよって普通に聞いてるんで、まあまあありかなと。はい。まあね、リンガーハットはですね、減塩メニューもあるのでね、私、あ、そうだね、今日は大盛りでいただきたいと思います。はい、美味しくいただこうと思います。ね、この辺にあると思ったんだけど、はい、あ、あそこだと思うよ。うん、ここです。はい、どうぞ。ありがとうございます。すごい、いい香り。これが香りが、めっちゃいい香りしてる。わあ、じゃあ早速、はい、いただきます。衣が、うん、結構衣って重要だよね。なんかドライカレー、カレーピラフだな、これな。おお、パッと見さ、焼きそばのような感じの麺に見えてしまうんだけど、うん、ナポリタン、うん、うん、あのね、うん、ナポリタンでちょっと麺に焦げ目があるの、うん、それがカリッとしてて、うん、僕好み、うん、いいね。ドリアです。いただきます。おいしい？あ、チーズたっぷりだね。おいしい。うん、うん、うん。納得の一口の感じですね。美味しいです。ごちそうさまでした。美味しくいただきまして、ごちそうさまでした。ツイッターで教えてもらったお店で早速来ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。美味しい思いができました。うん、おすすめトルコライス。トルコライスの何もついてない普通のトルコライスとドリア。ドリア高かった。注文させていただいて、トルコライスもドリアも両方とも美味しかったと。美味しかった。ね、いや、あのスパゲティ。はい。多分あれ忘れられないかな。ナポリタンね、ナポリタンの今度大盛りで頼んじゃうかもしれないぐらいすごい美味しかった、うん、ね、いや、また食べたいなと、はい、心から覚える一品でした。はい、ごちそうさまでした。ちょっとね、初めてのお菓子紹介をしたいと思います。で、これ何が気になったかというと、食塩不使用なので、じゃがいも好きの私が塩を気にせず食べれるお菓子を見つけたということで紹介したいと思います。で、詳細はこんな感じでございます。ポテトの素顔って、まあね、食塩不使用ですよって。でもね、ナトリウムって塩使ってないって言ってもなんだかんだ
ナトリウムって含まれちゃうんですよ。で実際のところこれ1袋あたりやっぱね食塩相当量は 0.04g 入ってるそうなんですけど、普通にポテトチップスをこの1袋まるっと食べようと思うと食塩相当量はだいたい 1g を超えるので、全然ほとんど入ってないに等しいですね。ちょっとね下げていきます。本当小池屋さんいい仕事をしてくれますね。香りはね、じゃがいもの香りですよ。入ってる量は普通のポテチと同じぐらいかな、 85g 68g こんな感じです。うん、じゃがいもの香り。小池はじゃがいもにこだわり、旨味のある皮の部分を薄く残して美味しさを逃がさないポテトチップスを作っています。で美味しさを逃がさないポテトチップスを作っています。で美味しさを逃がさないポテトチップスを作っています。素材がいいからこそ味付けをあえてしない素揚げのポテトチップスを作りました、ということでございます。いただきます。じゃがいも好きの私からしたらもう十分じゃがいもとこの油の香りで普通に美味しい、このまま食べれちゃう。あのポテトチップスもう気兼ねなく食べれるのは嬉しい。うん、これは嬉しい。あのポテトチップスに限らず食塩不使用のお菓子がどんどん増えてってくれると嬉しいなっていう感じで、塩を使ってないポテトチップスの紹介でございました。美味しいです。小池屋さんありがとうございます。はい、こんにちは、はい、今日やってきましたのはこちら、じゃじゃーん、お弁当の平井でございます。はい、なんかね、美味しいっていうことなんで、はい、ちょっと楽しみなんですけど、はい、どんな感じになってるのか、ちょっとお店の中はちょっと厳しそうなんで買って、ゆうちゃんの中で食べようと思います。はーい、いただきまーす。で、これが平井さんで、わー、重量級だな。3本あります。うん、あのちょっと奮発しましたね。そうですね、ちくわの中にポテトサラダが入ってそれを揚げてるっていうものです、うんうん、でこれがノーマル、定番中の定番、うん、で真ん中がチーズと大葉、あ、チーズか、うん、でこれがノーマルの磯辺揚げバージョン、はいはいはい、よくあるよね、はい、ちょっと食べ比べをしていきたいと思います。はい、いきます。じゃあちょっと私ノーマルから結構重たそうだね。あのね、重いのよ、ずっしり、すごい重たそう。あ、ずっしりずっしり、ちょっといただきます。ポテサラ見える。おー、そうなった、ね、ただし重くてプルプルする。そうだよねポテサラのポテトがね、入ってるのかな、うん、そっか、だから重たいわけだ。さんとかでこれが揚げ物で1品ずつ選ぶっていうやつだったら麺頼まないでこれとお米頼んじゃうかもしれない。マジかあー、これすごい。これさ、でもさ、おかずにもなるけどさ、おつまみにもなりそうな感じ、うん、そしておやつにもなるよね。オールマイティですね、うん、はい、カットで、うん、いやー、ごちそうさまでした。うまかった、ボリューミー、すっげ、また食べたい。いやほーちゃん、見て見て見て、おお、かわいいのだよ、まさにここじゃん。ほんとだ、そ
ごい、リアル白くまもる。70周年なんだって、ね、すごいね。この丸いの、俺卵かと思ったら金柑です。あ、そういうことか。これおへそです。おへそ、おへそ、いただきます。てか、ごなくない？いただきますよ。どうぞ。ごちそうさまでした。美味しかった、甘かった。